ます。カモンマテリア。マテリアルのカメゴロです。マテリアルのあゆみです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。ますはい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということで今日は11月の5日でございます。はい、11月になりました。あと2ヶ月です。はい、はい、あと2ヶ月の11月5日はどんな日なんでしょうか。はい、今日は11月5日は縁結びの日です。縁結び、はい、広島県の神話の国縁結び観光協会が制定いたしました。はい、そうなんね。はい、語呂合わせでいいご縁という語呂合わせから来ております。はい、古くから縁結びの地として知られる出雲寺。はい、この出雲地方では神有月と呼ばれ、うん、出雲大社に全国の 神様が集まり縁結びなどの会議が行われるとされています。10月ね、10月ね、あの普通のところでは神無月、神無月、神無し月なんですよ。それが、出雲だけは神有月、みんながやってくるからねっていうことなんですね。そうですよね。はいはい、出雲大社は縁結びの神様として親しまれていて、うんうん、大黒様を祀る日本有数の神様であります。はい、恋愛や結婚はもちろん、誰かが健やかに幸多く栄え、むつみ合えるよ、むつみ合えるよ。大黒様の縁結びの力は、神の神代、神よの頃から変わりなく多くの人に幸せを運んでいます。はい、このご縁をね、授かりたいなと思います。はいはい、いかなくなっちゃう。出雲大社に、あ、でもほんまに 10月11月か、うん、今のね新暦で言うたら11月頃、うんうんうん、この時に行ったら神様たくさんいるから、そうそうそう、誰かが何とかしてくれるかもしれん。誰かがね、何の神様かわからんけ ど、その神様が何とかしてくれるかなっていうのをちょっと期待しつつ、ほな来年までに何もなかったら、うん、出雲行かなかな。そうですね、出雲大社にレッツゴーですかね。はい、はい、で、はい、もう一つ、はい、いいリンゴの日。おー、はい、こちら、はい、青森県が2001年に制定いたしました。うん、語呂合わせでいいリンゴ。リンはどこにある？リンはどこに？どこに？いいリンゴじゃないやね。多分。いいリンゴ。リン。リンリンリン、どこやん。よう分からへんけど、まあまあ、はい、リンゴの収穫量は2015年現在で、はい、青森県が 57.9%、 すごいね、はい、すごいね、長野県が 19.4% となっており、うんうん、この2県で全国の 77.3% を占めています。ちなみに3位は山形県、4位は岩手県、5位は福島県となっております。はい、はい、青森県で生産される品種は富士を5割を占めています。半分以上が富士です。半分が富士ですね。はい、続いて王林、ジョナゴールド、津軽がそれぞれ1割程度になっているそうで、まあ、他にもね、むつみとか、はいはいはい、ね、いろいろあります。いろいろありますね。はい、栽培されておりますが、まあね、あのリンゴといえばね、はい、今やもう王林ちゃんがもう、もう毎日あのバラエティーに出てて、もう見ない日はないぐらいでね。また出てるって。ね、いやでもこの間ね、あのおしゃれクリップっていうの出てて、あのすごい勉強家で、すごい頑張り屋さんみたいで、本気であの青森県知事になりたいんですよね。青森県でいろんな問題をなんとか解決したいって本気で思ってるみたいで、すごいでもなってもええんちゃうぐらいの勢いで、あの大学であの卒論で書いてるのが、そのどうやったらほんまに青森良くなるかの課題をこう解決する方法を提示してるんですよ。すごいですよ。でなんかね、大学でね、あのそう卒業のためにほら単位取らなきゃ、はい、でその単位取るのに、でも彼女は仕事忙しくて全然大学行けてないから、ほんならどうなったかって、ゼミのみんなが、あのこの教科は俺が教えてあげる、この教科は私が教えてあげるって、みんなバックアップして、あのそれで卒業できた。すごい、でも人柄がいいからですね。いや、そうなん、そうなん、多分みんな助けてくれる人柄なんやろなって。そう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 、だからやっぱね、
やっぱ頑張ってる人だからこそああやってね、全国区で、頑張れるんだろうなと思うんですけどね、本当にね、みんなが応援してくれる、僕もそんな人間になりたいと思います、はい、あでも大阪府知事は狙ってないよそれいらないです、はい、以上です。はい、11月はいいが続くのでね、そうです ね、いい月にしましょうよね、はい、はい、という感じでいい感じで締まりました。はい、そしてですね、今日のプレゼンなんですが、はい、いやー俺これ始まって以来なんですけどね、自分の作品でも何でもない映画をプレゼンしますいや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 、こんなん初めてやな、ほんまな、まさか、まさか、いや、おおおおまさか、いやいや、ね、今回ですね、はい、これがまたね、しかもね、ハードなんですよ、めちゃめちゃハードな内容なんですけど、フランス映画です。フランス映画で、ドキュメンタリー、92分かな、1時間32分ぐらいだったんで、なんですけども、ただねこれはね、見る人がフランスの話として見ると不運なんですけど、逆にそれを日本として考えた時に、あ、日本って良かったな思えるかもしれない。まあ良かったなで終わらせちゃダメなんですけどね。何かというと、暴力をめぐる会話っていう作品なんですけど、これ何かというと、2018年かなに黄色いベスト運動っていうのがフランスで巻き起こるんですよね。でこれ何かというと、マクロン大統領の政策に対してちょっと不満を持った人たちが、これどうなのっていうのを言っていったら、そこに警察が鎮圧にやってくるって話になって、でもほらフランスってね、僕ら知ってるフランスってほら自由の国のはずじゃないですか。でましてやそのほらそれで革命を起こして人権宣言までやって、ね、人権をすごく大事にしている国で共和国のはず、はい、なのに体制を守るためにその鎮圧しに行くの。でゴム弾とか撃って、そのゴム弾目に当たって目失明してる人とかいっぱいおんとか、手榴弾投げてたり、すごいいろんな、それで手なくなってるとか人いっぱいいるんですよ。だからどうなってんのっていうのちょっと本当衝撃的な内容でもあるんですよね。はい、でまあそれを、まあ、90分ほどで、その映像を見せられるんじゃないんですよ。その映像を見せられるんじゃないんで、その映像を元にしながら22、23人ぐらいかなの人たち、もうなんていうの、その、人権とかその、法のプロの人から、トラック運転手とか、歴史学者とか、あるいは主婦とかね、その普通の人からそういう問題の専門家とか、でジャーナリストとか、いろんな人たちがその問題について語り合ってるんですよ。その対話を、まあ、90分間のフィルムにしてあるっていう、内容の映画になっておりまして、まあ、見応えはあるというか、一言一言考えさせられるようなことがすごく多いので、この種の問題に、興味のある方っていうのはすごく、楽しくはないんだな、これがな、楽しいとかじゃないんですよね。なんせその自分自身目を片目を、まあ、やられてる人とかが出てきて本当に喋ってたりとかするんですよね。なのでめちゃくちゃリアルな話を、めちゃめちゃ聞かされるっていう感じにはなるので、いろいろ考えさせられるお話ですね。はい、でまあそれをですね、まあ、今日はプレゼンさせていただくと、はい、いうことになっておりますので、はい、今からプレゼンしたいと。いや、うん、ドキドキするな、それかな。久々にドキドキするよね、これね。はい、はい、頑張りたいと思います。はい、では、行きましょうか。はい、それでは、このプレゼン、ありかなしか、スタート。Voilà une classe qui se tient sage. On va commencer à voir quoi, ça ? Qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance.La chose qui était encore plus violente, c'était de dire, là, on vous fait passer un message, et ce message, on revient à un mode répressif, préparez-vous.
boulot, c'est de faire en sorte que vous brûliez pas, que vous cassiez pas. Quelle que soit votre motivation politique, est-ce qu'on vous laisse casser? Est-ce qu'on vous laisse saccager? Arrêtez! Arrêtez! On va encore accuser la police sur ce coup-là? D'être violent? Que tout le monde se faisait matraquer. Est-ce que c'est normal, ça? On n'a pas d'armes, on n'a rien, nous! On n'a pas de violence! On veut juste dialoguer! La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. S'il n'y a pas de dissensus, il n'y a pas de démocratie. Si on est tous d'accord, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a eu quelque part une atteinte à nos libertés. Nous ne pouvons pas être tous d'accord. のまあ予告を見ていただいたんですが、まあなかなかショッキングなね話なんですけど、まあそうなんですよね。だから要はマクロン政権にま不満があるというか、その、誰でもあるじゃないですか。日本でもそうでしょ。で、日本でもあの安倍さんがね、まだ存命であの首相されてた時に、あの、そのほら何だっけ、あの国会前に毎週金曜日に集まってみたいな運動とかをやってた、あのシールズのやつとかありましたよね。だからでもあの時その国会前で何を叫んでようが何を歌ってようが何してようが、日本の警察は何の暴力も何も振るってないじゃないですか。で、あるいは、沖縄で、その 米軍基地の移転移設をするやらなんやらっていう時に座り込みとかをされてたりとかして、でそこから、何か起こったらいけないからっていうので警察官が立ってる。でもその警察官に向かってその座り込みとかやってる人らがもう暴言吐きまくってるのに、お前のこと晒してやるからなとかめちゃくちゃ言ってるけど、警察官、日本の警察は何もしないんですよね。に対してあのフランスはもうゴム弾撃つ、ゴムの弾ですよ、ピョンってバーンと撃って、それが目に当たって失明してる人たちがたくさんいたり、あるいは手榴弾、ほんま持ってるんですよあの人ら、あの機動隊とかは。でピン抜くぞピン抜くぞって言いながら脅しかけながら前出てくるんですよ。50メートル下がれとかって言って、ピン抜くぞって言ってとかやるんですよ。でほんまにピン抜いてバーン投げるやつがいるんですよ。でそれが手前で爆発してあの手が吹っ飛んだとかっていう人いたりするんですよ。でこれは暴力でしょっていう話もある一方で、でも小競り合いってあるわけですよね。だから黄色いベスト運動のベスト着てる人もあのなんか物を投げたりとかする時もあるし、でもそれは向こうにやられたからってもうお互い言い合ってるから、どっちが本当か嘘かも分かんないし、そうですよ、もう収拾つかないですよ。でも国家権力が先に来てる人がそれに乗ったらあかんっていう考え方が日本の考え方。ところがあのマクロン政権っていうのはあのマクロン首相大統領もあのテレビなんかの演説でも言ってるけれども、あの要はボートから国民を守るためにあの絶対に姿勢は変えないって言って、 あれは守ってるんだってやっぱ言うんですよね。でも明らかにあの警棒っていうかこの短い棒を持って、あの何、ヘルメットかぶって防弾チョッキみたいなの着て、あの黄色いベストのヒトラーをバーチンバーチンで殴りまくってるのはあの警察なんですよ。でこの暴力をどう見たらいいのっていうのをこの二十何人の人たちが、いや俺は実際に受けたよっていう人もいれば、これ警察の人もいるんですよこの中に。する側も、そうそうそう、する側の代表の人もいるの。いやこれは国民は俺らが守ってんねんとか、こんな当たり前やないか、であの警察は何もやってないのに向こうがやってくるからやり返さなあかんねんって言ってたり、自分たちを守るためにやらなきゃいけないみたいな話やったり、その、でもやられた方、いや俺たちは何もやってないよ、もうそこにいただけなのにやってんのはお前らやないかみたいなことを、もうまああのね、朝まで生テレビじゃないんですよ。誰かがずっと言い続けてて、あのそれから誰かがかぶせてくるとか、あのそれを田原総一郎がさばいてるとか、そんなんじゃないんですよ。そんなんじゃなく、これ不思議なのがね、あの
言ってる時にかぶせて喋る人ほとんどいなくて、まあ、そういうところカットしてあるのかどうか分かんないですけど、理性的に本当に対話してる、あ淡々と対話してる、うん、でだから歴史学者の人とか、うん、あの警察官組合事務局長とかね、うんで警察官組合事務局長とかはあの最初に一番最初にあの出てきたあの高校生をひざまずかせてこうやってってるシーンあったりか、うん、あれはねあの高校生たちが、まあ、デモというか集まって、うん、今のマクロン政権のそのやり方について不安があると、うん、自分たちの将来について不安が不満というか不安があると、だからそれについてあの集まってみんなで話すっていう、うん、あの集まりをやったらそこへ警察官がやってひざまずかしてるわけ、で3時間ぐらい膝まずかされてて あそこにもう膝ボロボロらしい痛くて痛くて、うん、でそれをねあの、警察側の人は何て言ってるかって言ったら、あのこれが本当の教育だってこれが本当の教育なんだって言ったりとかしてんのよ、もう、もうそんなん聞いたらさお前アホかって話せんかえこれ人権の国の話じゃないのみたいな、人権ないですもん ねであのいやなんかプーチンとかでやってること変われへんやみたいな話やけど、うん、でもそれはそこだけ切り取ったらそうなのよね、うん、だからその街の治安っていうことを全体で考えた時には それはだってボートがあのなんか店壊して中入って略奪まではしてないかもしれんけど、うん、破壊されてるお店とかもすごいたくさんあったりとかするんで、あのそこはあのまあそうなっちゃった人たちがいるのも事実だから、それをなんとかその押し返すっていうのは必要なことかもしれないけど、でもそれにしてもゴム弾やら手榴弾催涙弾はまだいいねんけど、手榴弾はあかんやん、手榴弾ダメでしょ、ね、危ない危ない、ピストル死んじゃいますよね、いやそう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 、だから兵器ですよね、でも炸裂して手なくなったとかいっぱいいたり、だからそれが正当化されるっていうのがフランスなんやみたいな、だって日本の警察官かわいそうよほんまにほんまに武器持ってるやつにあの例えば発砲してもうたらもうそれで終わりやから、ね、だから発砲をできないし、で発砲するどうしても せなあかんねんやったら一回必ずあの空砲じゃないけど、あ空に向かって威嚇をせなかった、うん、あのあそうそう撃つぞって言って止まらんかったら撃つぞってバーンって一回撃って、うん、でそれでも言うこと聞かなくて向こうがなんか攻撃してくるっていうことやったらやっと撃てるって、うん、あだからあって上に撃って、そう、うん、だってあこっちの方撃ったら誰か撃ったらまずいやんか、うん、そう上にも撃ったら危ないけどね、いや上はなかなかいや、うんそうそう、あ落ちてくるやん、危ないやん、いやいや自分が、うん、草その真上には上げれないでしょまあだからそのね、もうだから日本の常識からしたら考えられないような映像が本当に繰り広げられてる、でその中で当事者たちが真剣にそれを議論してるわけですよ、だから、じゃあそもそもがね、なんでマクロン政権に不満を持ったんかって言ったら、あの物価が上昇してるとか、その特にあのガソリンっていうかね、うん、あのねヨーロッパはねディーゼルなんですよ、はいはい、ディーゼル車がメインやったんですよ、でそれって軽油やんか、だから軽油がその価格がどんどん上がっていって、うん、税金やら何やら足していくとガソリンとほぼ変わらない金額になっちゃったんだって、うん、であの農村部の人たちが要は自分たちの足が、うん、そうやんか、で車で動かなあかんない、その軽油が やたら高いから、うん、これ下げろよっていうのを言いたいわけですよ、うん、であるいはもう一個あるのはね、あの、道路の最高速度を、90キロやったのを80キロに下げられた、うん、でそれは何でかっていうと交通事故が起こるときはあの速度が高い状態で起こってることが多いから、だから速度を10キロ制限するっていう、でもそうされちゃうとあんな国土めっちゃ広いから
あのある程度のスピードで行かなあかんところを10キロ制限されるで、かつそれやるとどうなるか、よりガス使うのよ。でガス代高なるのっていうようなことが重なって、これなんとかせえやっていう要求をしたいからデモをして更新しようとしてるのを弾圧しに行ってるのよ。で特にあのパリとかの都市部では弾圧は行われてなかったけど、黄色いベスト運動に関してはあのこれが、パリ都市部でも行われてるっていうことで、それを弾圧するマクロン政権っていう構図になっちゃってるね。まあその辺のことをちょっと映画見ていただくと、あのまあ90分でなんとなく分かってくるんじゃないかなという感じで、まああの事実を伝えているドキュメンタリーではなく、これどっちかというとそう、どうすべきなのかというのをお互いの立場でいろんな人たちが話し合っているその対話を見るという作品ですので、ぜひこれご覧になってください。無理やりまとめた。すごーい、ぴったり。はい、じゃあもう早速判定してもらいましょう。私ですね。はい、私ですね。はい、私よろしくお願いします。はい、ではこのプレゼンありかなしか判定。ありがとう。でもどう今の話聞いて。なんかま、その真実じゃないですか、ドキュメンタリーってね。だからそういうこうなその、予告の中でも、うん、話をしたいだけですっていうのをすごい訴えてるのに、うん、暴力でされて何もできないっていうので、うん、っていうその苦しさっていうのがすごく伝わってくるし、うん、実際本当に怖いやろうなって思う。いや怖いですよ、ね、いやほんでね、あの、まあ、あのプレゼンの中では言えなかったけど、うん、あの今ほら何がすごいかって言ったらみんなスマホで動画撮るやん。あ、でそれをすぐ SNS で上がるやんか、うんうん、ほんだらその編集もクソもない状態のやつが上がってくるわけ、うん、あるいはリアルタイムで流してるやつもいるし、うん、で、実は国連にすごいこうあの苦情が来るわけ、はい、こんなことがあったり、うん、人権が蹂躙されてるぞっていうのが来る、でそれの担当者もこの中におるわけ、国連特別報告者っていうのがいるのよ、うん、でこの人はその送られてきたやつは動画やったりとかするのね、うんうん、だからみんな今までやったら言われてただけで、で政府に言ったらいやいやそんなことやってませんよ僕ら、うんうん、あのそんなの市民を抗議しなんかしませんよと言ってたのが、うん、あの言えなくなった。そうですね、もうその証拠の動画が送られてくるから、うんうん、でこれは国連としてはすごく問題やと思ってて、うん、なんとね、フランスのその民主主義レベルのランクっていうのがあるのよ、うん、それ1ランク下げられてこの問題で、ロシアまで低くはないけどって言って、うん、1ランク下げられてる、うんうん、というようなあの状況らしいんですよね、うん、これは今も今も現在、あ、ね、黄色いベスト運動は今やってない、今は ほぼほぼやってない、うん、ただあのやっぱりマクロン政権に対する不信感というのはやっぱ国民の中ではあるという感じですね、うんうん、だからこれが難しいのはブルジョアの人たち、あのお金持ちの人たちはマクロン政権をものすごく擁護するので、うん、庇護するので、あのお金持ちはあんまり何とも思ってなくて、やっぱり農村部とか 低所得層、うん、でね、あのかわいそうなのが、まあ、この映画の中でも言ってはるんですけど、低所得層の人ってその低所得の人が住む地域があるんですよ、うん、要はそこにしか住めないから、うんうん、であの言ったら生活保護の人が住む地域みたいなのがあるんですよ、うん、そこへ掘り込まれると警察があのすごい取り締まってくる、うん、お前たちどうせあれやろうという感じに、うん、あのすごいそういう圧迫の中で暮らしてるっていうのも言ってる、うん、だ農村部その低所得者層地域っていうところがすごい圧迫されてたからこう盛り上がって、都市部に来たら今度は都市部まで今度取り締まりが始まったっていうこと でこの暴力は一体どう捉えるべきなんだっていうことを、まあこんだけの人たちがお話ししているので、はい、あのなんかね、本当ね、
日本で良かったなっていう言い方をしちゃ悪いんだけど、これがもし日本で行われたら本当大変なことになるし、でも世界の現実としてこれがあるんで、はい、まあ、その現実の一つをまあ見ていただきたいなと思う感じですね。はい、はい、これが11月の12日、来週ですね、来週の土曜日から、関西でも公開になりますんで、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、以上でございます。はい、ではあゆみ、はい、本日私たちは人間なの上映中でございます。5、6と明日までやっておりますので、はいはい、ぜひぜひ皆さんお越しください、はい、お待ちしております。そして11月14日はカバの上映がカバついに始まりますね。はい、ついにカバをマテリアルで流すことができますので、はいね、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、お待ちしております。はい、金額は、料金1500円となっておりまして、うん、19時スタートで18時半オープンとなっておりますので、うん、はい、時間を合わせて来てください。今で予約の方も、うん、はい、随時受け付けておりますので、うん、予約してもらったらね、いいかなと思いますので。そうですね、まあ、いろいろ席数がね、はい、限られてますからね、20席ですから、はい、はい、ご予約していただいた方が確実に座れるという、はい、はい、はい、11月18日は金曜シアター、はい、舞台演劇、映像を、ね、うん、お楽しみましょうということで、はい、劇団銀河のブルーグレーの月、ブルーグレーの月ね、はい、はい、私も見ました、はいはい、私がね、すごくいい役を、はい、いい役を、はい、今までやったことない役をね、やっていただきましたので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いいたします、はい、お時間18時会場の19時スタートになります。料金は1000円プラスワンドリンクのオーダー制となっております。お越しください。そしてその次の日19日20日と、はい、チョイスな日となっております。はい、チョイスな日はアナと雪の女王と、はい、先週、ね、はい、ご紹介、はい、でご紹介した霧島部活やめるっていう、はい、こちら2本を楽しみたいと思います。はい、一、はい、つ目の目のアナと雪の女王はこの後のグッドで詳しくご紹介させていただきます。はい、以上です。はい、はい、じゃあもう早速いきましょうか。はい、はい、今日のグッチョイダン、あのママの姿見せるのよ、見せるのよ。すみませんでした、すみませんでした、はい、しょうもないもう店ですみません、はい、ということで、はい、はい、レディーゴー、はい、レディーゴーは、いや、これでも本当すごい、なんていうんですか、社会現象になったもんね。ですよね、みんな歌ってましたよね。そうそうそう、お子たちが、お子たちが可愛らしいんですよ。いや、さ、4つとか5つのさ、うん、女の子がありのーままのーとか言ってんねんけど、いや、お前そんなに悩んでたんかみたいな。そう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 。ね、いやいやいや、で、あれやん、ほら、なんていうの、みんなで歌うなんかあれとかあったよね、うん、映画館でね、はい、映画館でね、そうです、子供たちみんなで歌ってるんですけどね、すごいよね、ね、そこまで社会現象ね、すごかったこれは、ね、アカデミー賞ダブル受賞、エンターテインメント界の記録を塗り替えた空前の大ヒットミュージカル、はい、ミュージカル、ミュージカル、ミュージカル作品ですからね、はい、2013年ですね、はい、2013年の作品となっております、はい、これは俺、映画館で見ましたしね、私は DVD かな、見てないです、まあ、見てないんや、見てないんや。歌は知ってますもんね、みんなね。いや、だから、なんていうの、これね、実はね、ディズニーの中でも革命的な作品なんですけど、うん、内容って言ってもそうですけどね、実はポリゴン作品でも、ここまでのナチュラルなポリゴン作品にしてるの多分初めてです、うん、ポリゴンって何ですか。ポリゴンって立体っていうか 3D アニメ、あ、うん、うん、そうなんですよ。だから、それまではだいたいディズニーは 2D でやっていたりするし、ピクサー作品とかでもどっちかって言ったら、その丸っこいのは丸っこくっていうか、なんかその立体感はあっても、なんていうの、
なんて言ったらいいかな、実物ではないみたいな、あのちょっと人間が丸かったら丸みたいな感じで、うん、そのこのシルエットが本当に人間っぽいのよね、うん、でそれをそのキャラクターとして成立させるように 3D で描いてる、うん、多分最初の作品になるんじゃないかなと思うんですけど、あのその挑戦をした作品でもあるんですよ、うんうん、表現の仕方も、はい、そうそうで僕はもうだから見に行って、いやここまでする必要あんのかなとかっていうのは見ながら思ってはいたんだけど、でもストーリーがストーリーやからどんどん引き込まれていく内容になって、はい、面白かったなぁと思いますね、はい、一番のお姉さん、うん、エルサ、エルサが日本の方で当ててるのは松坂子さんで、はい、妹のね神田沙耶、神田沙耶さんが生まれました、はい、花子さんのね、はい、これ多分ねサントラ持ってんじゃん、一回聞いたら耳残ります、残る残る、でなんかその王子様との掛け合いのやつもありましたしね、デュエットで歌 う、はいはい、ミュージカルなので、そうそう、本当にいろんなたくさんの曲が入っているので、中これで言ったら神田沙耶香が実はその、歌手としてもそうやし、声優としても認められたところがあって、うん、 そうですよね、その後、うん、実は神田沙耶香いくつかの作品でやっぱ声優やってるんですよ、はいはい、で彼女はもともと声優になりたかった、おお、夢を叶えた、で一回ね、沙耶香でデビューした後に、あ、で、ね、で辞めてとか休んで、うん、本当に声優スクールになりたかった、でそこまでやって声優になりたくて頑張ってて、うん、まあ、この花雪、うん、ね、ようやくもう大ヒットで認められて、あの宇宙戦艦ヤマト の、 あれでも出てましたかね、確か、うん、はい、です、はい、ということでございます、さあ、はい、ということで今日のグッドボーイでした、ということでエンディングでございます、はいはいはい、まあまあの11月になりまして、はい、あと2ヶ月ですね、でもここからね、いろんなことが本当に始まっているので、うん、はい、来年まで、なんでしょうね、いろんなことがまたまたこのマテリアルでね、はい、起こっていくんだろうなと思うんで、ちょっとワクワクしてる感じなんですけど、はい、ね、だから、まあ、12月もまた実はね、はい、映画の上映も決まってます、ね、はい、来月もまた楽しみにしておいていただければ、はい、多分俺はその時にマテリアルに入り浸ってます聞いてください知り合いの監督のやつ、はい、まあまあ、そういうのがどん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 ここで見れるようになってきますんで、うん、はい、もうますますマテリアルのホームページからね、はい、目が離せないようになってますから、はい、ぜひそちらの方も皆さんチェックしておいてください、はい、はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。